転然性、転然性、転然性。A. ダクティラティとは、固体の物質の力学的特性、素性の一種で、素材が破断せずに柔軟に変形する限界を示す。転然性は、塩性と天然に分けられる。英語のダクティラティは、転然性と塩性の両方の意味で使われる。物質科学において、塩性は特に物質に引っ張る力を加えた、際の変形する能力を指し、 針金状に伸ばせる能力で表されることが多い。一方、転生は圧縮する力を加えた、際の変形する能力を指し、単造や圧縁で、薄いシート状に成形できる能力で表されることが多い。そのため、転生を過炭性とも呼ぶ。遠性と転生は、必ずしも、性の相関があるとは言えない。例えば金は、遠性も転生も高いが、 鉛は天性のみが高く引っ張る力には弱い。地球科学において、モロ星蘇性天遺体とは、大陸近くでは、地下約1 5トルの深さにある部分を指し、それより深い部分では、岩石が、モ諸星、ロさよりも、蘇性、天塩性を示すようになる。氷河の氷では、この天遺体が、約3 0ルほどの深さにある。 この天移体より上の岩石や氷が遠征を示すこともあるし、この天移体より下の物質がモロ性を示すこともあり、完全に特性が切り替わるというわけではない。この天移体が存在するのは、深さと共に物質にかかる圧力が増していくため、圧縮されることでモロ性破壊をもたらすのに要する力が増大していき、温度が高くなることで変形するのに要する力が、 小さくなっていくためである。この二つの力が逆転するのが、もろ性蘇生点に対、点一点ともである。点塩性は特に金属加工において重要であり、炭造や圧炎などの蘇生加工による成形では、力を加えるとひびが入ったり割れたりするようでは、加工できない。点性のある素材の場合、プレス加工で成形可能だが、もろい素材や合成樹脂では熱を加えて軟化させて、 金型に入れ固化させるという技法を取らなければならない。金属の転延性の高さは金属結合に由来する。金属結合では、個々の金属原子の電子核に属する電子が自由電子となり、非イオンとなった原子の間を自由に動く。非極在化した電子により、通常金属結合以外の化学結合をしている物質なら、 ひびや割れを生じるような強い力がかかっても、金属原子の相互の位置がずれて変形しつつ一体性を保つことができ。遠征性を表す数値として、単軸引っ張り試験で資料が破断した時点の歪みの大きさ、破断歪みがある。他にも引っ張り試験での資料の断面積の最大変化用、絞りもよく使われる、パーセントで表す。 主な金属を円製の大きい方から順に上げると、金、銀、白金、鉄、ニッケル、銅、アルミニウム、亜鉛、鈴、鉛となる。同様に点製の大きい方から順に上げると、金、銀、鉛、銅、アルミニウム、鈴、白金、亜鉛、鉄、ニッケルとなる。鋼の円製は、素性によって異なる。 炭素の含有量が多いほど塩性は小さくなる。合成樹脂やアモルファス、工作用粘土なども転性があるものが多い。耐震立方合脂金属やシリコンなどにおいては、室温で塩性破壊していたものが温度の低下に伴って、モロ性破壊に遷移する塩性ロ性遷移現象が起こる。この現象は、幸福応力、YS と、 壁機械破壊の破壊応力の釣り合いにより説明される。塩性モロ性繊維が起きる温度は塩性モロ性、繊維温度、ダクタイル、ブリトルトランジションテンパチャー、DBTT と呼ばれ、材料が DBTT より低い温度にまで冷やされると、力がかかった際に変形せずに破断する、可能性が高くなる。例えばア合金のザマックさは、常温では良い転延性を示すが、 零下になるとわずかな衝撃荷重で、モロ性破壊される可能性が高くなる。材料が、応力にさらされる可能性がある場合、DBTT は、材料選択時の重要な観点となる。同様に、ガラス転移点は、ガラスや、重合体での同様の減少に対応しているが、モロ性が生じる仕組みは、金属とは異なる。DBTT の定義は大きく、 遠征破面率50%になる温度である。破面繊維温度。フラクチャーアピアレンストランジションテンパチャー。ファット、吸収エネルギーが、上部棚エネルギー、アパーシェルフエネルギー、ユーズと下ぶ棚エネルギー、ロアーシェルフエネルギー、ルスの中間値となる温度であるエネルギー専温度。エネルギートランジションテンパチャー、エットに分かれる。ユーズが、熱活性過程である。 素性変形の仕事を反映したものであり、厳密には温度依存性を持つものの、繊維温度域においては、近似的に、遠征破面率と、ユーズトリスで、混合族が成り立つめ、ファットとエットはほぼ同じ温度となる。一方、無遠征繊維温度、ニル、ダクタイルトランジションテンパチャー、NDTT という評価基準もあり、これは、遠征破面率が5%となる温度である。 これらの繊維温度は目的に応じて使い分けられる。d b t t は中性視線などの外部要因によっても影響を受ける。中性視線は光子血管を増大させるため点然性が低下し同時に d b t t が高くなる。炎征からモロ性繊維現象及びその温度を正確に測定するには破壊試験が必要である。 典型的な破壊試験としては、シャルピーやアイゾットなどの衝撃試験が広く用いられる。天然性に関して、原子力発電所の原子炉圧力容器の税化は重要な問題の一つとなっている。中性子線が一部素材の税化を引き起こし、同時にウィグナー効果によるエネルギー蓄積を引き起こす。このため、圧力容器の金属の無塩性繊維温度が変化する。このため、 原子炉圧力容器内に金属資料を置いて定期的に試験するなどして厳しい監視が行われている。無塩性繊維温度の悪化は特に加圧水型原子炉の寿命を制限する大きな要因となっている。原子力発電所を含めた熱を使った発電施設は定期的な点検のための運転停止を必要とする。加圧水型原子炉では約18ヶ月おきに点検を行い、 物等性型原子炉では24ヶ月おきに点検を行う。この際に原子炉圧力容器は摂氏300度前後から常温まで冷やされる。火力発電所や太陽熱発電所では運用時の温度はさらに高いため点検時の温度変化がさらに急激になる。この冷却と運転再開時の加熱による温度変化によって炉の様々な部品の膨張や収縮で各所に一時的な 応力がかかることになる。これに中性子線による税化が加わることを考慮すると、応力がある。一定の値以下になる。よう設計することが望ましい。圧力容器が中性子線による税化によって、使用を下回る性能になっていないことを保証するため、圧力容器の材料と同じ素材の資料を圧力容器内に置き、点検の際に、それらの転延性を試験する。転延性が、 使用で定めた範囲にない場合、機械工学や原子力工学の専門家が状況について助言する必要が生じる。そして必要に応じて冷却、加熱にかける時間を延ばす、圧力容器そのものを交換するといった対策を施す。校舎は時間とコストがかなりかかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。